スタックパーティーショー東京の朝宗です。年齢は35歳です。背高いですもんね。そうですね。何センチですか？175ありますね。あ、175、はい。血液型は A 型です。あ星座は蟹座です。ご出身はどこですか？ご出身は、北海道になります。あ、北海道、はい。地元の見どころとかありますか？見どころ、北見っていうところに住んでたんですけど。北見、網走の近くの。冬になるとその陸上競技場に氷、水張って氷にして、そこでスケートをするんですけど、それ無料でできちゃうんですよ。夏はその外にあるストリートバスケをずっと友達でやったりとか。ストリートバスケ、バスケをやってました。ってことはもうバスケとスケートはもうかなり腕前という、まあ、そこそこできるかなっていう。トライしたいこととかありました？トライしたいことはジョバンニさんと。ジョバンニさん歌を歌ってみたりとか。まあ苦手なんですけど、歌うの。え、そうなんですか？それもちょっと苦手なことにチャレンジするっていうのが好きなんです。苦手なことにチャレンジするのが好き、はい、なるほど。お酒は飲みますか？お酒はまあ誘われたら飲みますね。梅酒好きだって聞いてますよ。はい、梅酒好きなんですけど、なんかいろんな種類の梅酒が、まあ、特に甘すぎないやつが好きですね。自分はどんな人、性格の人だと思いますか？一歩決めたら、ブワーってなんか諸突猛進みたいな感じで。スタッフパーティーショーに入ったきっかけは何ですか？九州、福岡の、はい、あの広政さんっていう方、スタッフパーティーショー博多の広政さんですね、はい、はい、のサムネイルを見て、その後に実際に広政さんと会ったんですけど、はい、なんかすごい楽しそうにいろいろやられてる方で、あ、こういう風に人生を送ってみるのもいいかもなと思って、でやりたいことなんだろうと思ったら、まあ、こうお芝居とか、まあ、後悔しないようにいろいろやってみたいなと思って。今後どんな役をやりたいとかありますか？なんか悪い役悪い役この間、ええ、なんかバイオレットセブン、映画バイオレットセブン、この時影ちゃんの役を実はやる予定で。あ、そうですよね。そうなんですよ。なんかあの脚本演出家さんからはそれで言われたけど、断るって言ったんですよね。断るっていうか、ちょっといろいろなことがあって、ちょっと影ちゃんと交代してもらったんですね。なんで、まあ、次はなんかそういう役ができたら、まあ、実際影ちゃんもものすごい楽しそうにやってたんで、やれたらいいなって、今度は。尊敬する人はいますか？尊敬する人は父親ですか？あら、素晴らしい。お父さん見てますか？お父さん見てないな。スタッフパーティーショー東西で、はい、なんかこう悩み事を相談するとしたらこの人かなって人はいらっしゃいますか？あ、ひろきくんか大輔さんとか。大輔さん、はい、空気が柔らかいというか、はい、話しやすい方なんで、うん、尊敬できる人だったかな。彦さんと、彦さん、雄大さん、雄大さん、はい、彦さんも涙を、ね、自由自在に出せる女優さんみたいな感じなので、雄大さんはやっぱりこう演技が自然なところが見てて好きなので、うん、恋人にするなら誰に？ジョバンニさんと友廣さん。ジョバンニさんと友廣さん、これダントツですね。ダントツなんですか？みんな友廣さんって言うんですよ。最初すごい苦手だったんです。最初苦手だったんですよ、友廣さん。海でモンスターとかそういうので接してるうちにすごい優しい面倒見のいい人だなと思って。そうですか。ファンの皆さんに一言いかがでしょうか？スタッフパーティーショータイプ3年になりますけれども、これからもまあいろいろ配信だったり応援だったり映画もいろいろやっていきたいので、ぜひ何かやるときは会場にお越しいただけると嬉しいです。また新しいドア
浅宗くんどんな子でしょうか。浅宗くんはエキセントリックですね。エキセントリックですか。えっていう感じですね。ほう、同じちょうど同時期ぐらいに2人ぐらいから、はいはい、そう新人募集のタイミングでね、はいはい、いや実はこういう子いるんだけどっていう子で、2人の推薦があったんですか。推薦っていうか多分政宗くんがその2人に猛プッシュしてたと思うんですよ。はいはい。で、はい、そうそうそう、ちょっと変わった子なんだけど、はい、大丈夫かなみたいな感じで紹介をされて、そんな変わった子おらんやろと思って会ったら第一印象全然そうでもなかったんです、はいはい、でも付き合えば付き合うほど、うん、はあ、味が出てきて、なるほどなるほどねっていうのは分かってきました。なるほど。でもまあ、本人もスタパをずっと見てくれていて、でスタパで演技お芝居がしたいっていうふうに言ってくれている人なので、やっぱりその本当にお芝居、あのヒロキもそうだけど、お芝居が好きなんだろうなっていうのはもうじわじわと感じて、もうなんかこうどの役も頑張るんですよ。ヒーローたちのラブストーリーっていうやつでは全身紫タイツのヒーローを体当たりでね頑張ってたし、このようなバイオルトセブンもね、うん、最後爆発で、ね、切れる役みたいなのも、まあ、いろんな役を今までもやってはいるんですよね。まさみやくんに期待することなんですか。まあ変わらず芝居を好きでいてもらいたいかなとは思いますね。せっかくねそんなにこう興味があるものに出会えて、実際それをやる場所っていうところにもこうやって ね、うん、そうですね、参加してくれたんだから、自分から手を挙げて、そう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 、ね、そのままこう楽しんで、うん、お芝居を続けてもらえればなとは思っておりますね。ですね、はい、これからの成長が楽しみに、うん、はい、方ですね。